なんともはや喜ばしい。要はまるで分かってなどいなかったのだな。そう、要は未だ全能に程遠く、故に新たなる熱を知れるのだ。真よ、上杉は今どうしている？上杉軍は現在川中島へと兵を進めております。川中島か、なるほど。上杉は今まさに退治しているのだな。小野が追討。真よ、皆の準備を急がせよ。我らはこれより川中島へ赴く。さあ、世に見せ教えてくれ上杉。その方が目にしていた甘美なる陽炎を。皆続け。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。おっ、武田、上杉、次なる領有よ。この足利義輝がうぬらの奇跡を見届けようぜ。足利か、何故命。うん、お主が招いたわけではなさそうじゃな。分身、行くぞ。お前、行け雪室、滝登ること恋のごとく。恋は滝を登り、傷つきとなれり。東の抑えは私に一任されていたはず。何事か、兵を差し向けるほどの大事。案ずるな上杉、世はただ見たいだけだ。心躍る競り合いとやらな。貝の虎との戦、今や瞬時に世に名だたる足利公とて汚すことはかないません。その方にそこまで言わせるか。至る者とは実に奥深いぜ。雪月下の地下、今が揺らぐこと。我らの旗を掲げよ。敵方にしかと示すのだ。彼の壁は破れても我が軍の壁は破らせぬわ。主の名に恥じぬよう震うことこそ我らが務め。あんたは上杉方だろ。2対1かよ、はい、こりゃ随分と抜け目のないことだよ。なに、この惰性程度で揺らぐその方らでもあるまい。心で影の手、その方にも追いたる相手はいるのだろう。さあね、忍びにいていいのはせいぜい商売敵の宿敵さ。その方からも世の知らぬ熱を感じたのだ。陣地の利を生かし変に応じて戦え。何、守るわしらが有利じゃ。拾わずにな。よい、足利の傘に下った上杉など、我らが負けるものか。分身の主、水の何たるかは知らぬように。薄いと言われては返す言葉もないな。しかし、世を前にしてのその反撃、さすがは上杉の友よ。人とはこれほどまでも強くなれるものか。義輝様の前に立たせるとはひどい処刑もあったものだ。今はただ神戸を垂れましょう。覚悟見苦しく白雪ならせる戦なが、人のもとについた以上これもまたやむなき。やはりお主には似合わぬ道を。分身、
まだ助かる。一緒に救い出すんだ。まだまだ攻め手を緩めず参りましょうぞ。熱く見えて、なんせ一の落ち着きぶり。それが親方様よ。まあ、こっちも働きがいがあるってもんさ。このままただ借りてはつまらぬ。ためらいというものを知らぬようだ。踏み台にした。そこでおやすみなさい、ひな鳥よ。いざ虎の巣へ。はっ。おお、確かあの赤武者は竜の友の追回せ、前回れ、我らが友柄よ。この時を待ちわびたぞ、剣心。魂の熱きは火山の声。私もお待ちしておりました。お見えになりましたか、足利子。足利の、わしらの立ち合いに果たして何を望む。有人を呼ばず、至る者の尊さより生じ現に至る。世は長らくただ一つの責任のみ指していた。上にその方らごとく追というものがよくわからぬ。陰のごとくに知りがたい。神に座すようなれ、それも無理からぬ。剣心よ、お主の主ごと叩き伏せても構わぬのだ。足利、覚悟は決まっておいでだし。その通り。さあ、そのホテルをこの身に浴びせてくれ。わずかにほつれし我らが宿へと、その元凶も交えるわ。むしろ必然か。三条の糸が織りなす試合、これもまた行く末としてはふさわしき。これが友達の響き合いか。しかし行くぞ、変身。いざ真偽。虚しき日々などもはや残滓もない。世は今この時を面白を生きている。見まつい、敵軍が海のごとく叫ばせる。示せ、サメの旋盤よ。示せ、サメの旋盤よ。いずこへ。両雄まれに見る大一番であった。しかしその中においてなお世には答えらしきものは見出せなかったのだが、この胸にうずきが生じたのもまた事実。今一歩を学ぶため世は集めてみようと思う。その方らと同じ強く響き合うついたる者たちよ。
感謝するぞ、友よ。その子らは世に新たなる熱を与えてくれた。